ハラオカメコオロギは、バッタ、メコオロギ科の昆虫の一種。単にオカメコオロギといえば、本種を指す。日本、中国。体長13から18ミリメートル。オス、成虫の頭部顔面が扁平で、かつ前傾しているのが、最大の特徴である。標準腕名にある、オカメは、この扁平な頭部の輪郭下半分が、下ぶくれ気味で、オカメを連想させることに由来する。 農耕地や空地、草地などに生息する。出現期は8から10月。リ、リリリ,リ、と三つ角コオロギより弱く、ややゆっくりしたテンポで鳴く。昼間、草の根材に潜み、夜になるとで歩いて餌を探す。雑食性で植物の身や葉、小動物の死骸などを食べる。羽化したばかりの個体にはアトアがついており、これを用いてよく飛ぶ。 また10日にもよく飛来する。しばらく経つと後ろ足を使って自ら後輪を抜き取り、本格的な繁殖行動に移る。メスの気配を感じたオスは、誘い泣きでメスを誘う。オスの誘いに応じたメスはそのままオスの背に乗り、交尾が行われる。オスからメスに請求が渡されると、交尾は終了する。受精卵が成熟すると、メスは途中に産卵し、卵は、 翌年の後から6月に付加する。ありがとうございます。